ありがとうございます。今もうなんか急にすっごいいきなり始めたのに皆さん見に来てくださりありがとうございます。でも全然あのなんか自分で言うのもなんなんですけど本当に見る価値のない時間なのでもうありがとうございます。あとはもう作業が始まったら皆さんもね何万か休憩したりのんびりしたり自分の作業に集中してください。あらありがとうございます。なんかこんなにお誕生日ムード満開の部屋でするのもあれなんですけど、まあもうちょっと話したら始めるんですけど、ちょっとねテスト期間なんです。テスト1週間切ったのかな。大学のテストが来週あるんですけどそれのお勉強をしようと思って、でもなんか本当にもう集中できなくて本当に集中できなくて今日まだ全然進んでないので、まあ人に見られながらなら頑張れるかなと思いまして始めていきます。何の科目、なんかいろんな科目があって、ちょ大学のあれなんであんまりねなんかちょっと科目名を言うとあれなんかなって。でも22歳、そう昨日で22歳になりました。イエーイ。はい、もうあっという間に22歳、早い。さっきもねこうあよし勉強しようと思ってこう机に座ったんですけど、なんかこう机の周りの片付けとか始めちゃって、気づいたらなんかこう今までファンの方からもらった手紙を集めてるんですけど、その手紙を読み出したり、あの生誕祭の時にメンバーだったり家族からもらえる手紙を読み返してみたりっていう、もうちゃんと集中できてない人の典型的な行動をしていました。あるあるよね。そう、明日20日 NMB48 シアターで生誕祭をしていただきます。明日のお手紙誰やろうと思いながら手紙を読み返してみました。すごいね、もうなんかファンの方からの手紙が入れてるやつに入んなくなってきちゃって、またすぐ取り出せるところにいつも置いてるんですけど、なんかねこの入れ物もなんか昔の生誕祭でもらったやつなんで、もうこれの中にいっぱいに手紙が入っててね、大事なこれだけはもうなんか地震があっても何があってもこれだけは持って逃げようと思ってますそうでもこれでもういっぱいなんよ。だからその時これ結構前、多分18歳19歳とかの時のなんか生誕祭の装飾品だったと思うんですけど、もうほんとパンパンに入ってます。ありがとうございます、たくさん。そうこれ可愛いから気に入ってて、教科書とか入れてる棚に入れてるからあ、明日当たったので行きます。明日の生誕祭も楽しみにしててください。よいしょ。これを読んでたらもうね本当にすごい時間が経っちゃって、今日のね最初の方はちゃんと勉強してたんですけど、まあそういうことで改めてお勉強しようかなと思いますので、もう本当にあのブツブツ言いながら黙々と勉強するんで、皆さんもそれぞれの作業頑張ってください。あら、大学4年生なんですけど、でも私1年休学してたので、まあ5年生まであと来年もあるんですけど、オンラインでこれまでねテストがオンラインテストだったので、コロナ期間だったのでちゃんとテストを受けるのにあんまり慣れてなくて、イヤリングかわいいよね。おとといやっけちょっと自分への誕生日プレゼントと思ってイヤリングを買いました。あ、生誕ティーもぜひゲットしてください。皆さんもお仕事中ですか今は。そう、今3年生ですね。もうでもね、もうずっとオンラインで会ってくれとはちょっとだけをね思ったりなんかもしちゃいますけど、休みか。そうなんかね、すごい
自分へのご褒美みたいなんで服を買ったりしてしまいました。いろいろと、まあ誕生日だからね。さてということで、今から、財政学の勉強をします。こちらはもう全然わかんないんだけど、何がね、テスト範囲すらもあんまりもうよくわかってないんですけど、まあどうせ勉強するなら同じく大学生、どうせ勉強するならね、このテスト期間だけじゃなくて、それが終わってもなんか知識に覚えておけるような勉強の仕方をしたいなと思ってるんですけど、そうすると時間がかかっちゃうよね。難しい。はい、お貿易原則、貿農原則、貿易原則、受益の大きさを基準に負担配分を決める考え方。読んでも意味わからん説明ばっかり。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。みんなも勉強する人頑張ろう。この謎の作業用ショールームはまたやるかもしれない。王の原則、社会の構成員として税負担を各人の単税力に応じて決定する考え方。ちょっと何言ってるか分かんないっすねっていう、なんかテスト勉強してるとなんか頭の中の富澤さんが何言ってるか分かんないっすねって言ってくる。税負担を各人の単税力に応じて、貿易原則がいいな。貿易原則、受益の大きさを基準に負担配分を決める求める考え方。貿農原則、税負担を個人の単税力に応じて決定する考え方。貿農原則、貿易原則、そしてコメントはね読めないんですけど、たくさん気持ちは受け取ってます。皆さんありがとうございます。もう本当に作業用の何かを流す気持ちで見てください。コメント読んでくれないって言って怒んないでください。
心的な所得税。確かにな。能力でってことか。で、益が、そういうことだね。益が、まあ利益によっての、うん、を能ってことかな。均等犠牲。テスト出るか。エアコンでテスト出るかな。この辺出るんかな。授業に出てないから、何を授業でやって何を授業でやってないのかよくわかんないんですよね。せめてなんか教科書何ページから何ページとかあったらいいんですけど、まあいいか。別に多めに勉強してもね、なんか勉強やし。単位取りたい気持ちは誰にも負けないという自信はある。均等絶対犠牲。なるほど。ないんじゃないかな。均等比例犠牲。なるほど。正解がないな今はね。税金は、まあ、どう課税するのが一番公平なのかっていう感じのことを勉強してます。うん、全員同じ額にしてもね、そしたらまあ同じ額課税やと所得が多い人は嬉しいけど、でもまあ取得が多い人からいっぱい取るのが果たして公平なのか、同じ額が公平なのか、難しいですねという問題ですね。税金ってね、難しいよね。なんかでも勉強すると面白いなぁと思う。勉強は結構好きなんですけど、何にも頭には入ってこない。
所得配分機能、資源配分機能、所得再分配機能、経済安定機能、オンリートゥデイがずっと頭の中流れる。好きなんよね。だからずっとなんか脳内を駆け回って歌っちゃう。どうしても来たかった。あの夜の夢からからの嘘振り、ここで感じなかった。自分の缶コーヒーゲットに入れて手をつなぎ温めた誰も。でもさ、なんかその曲を聴くたびに毎回歌詞をね改めて見ると思うのが、オンリートゥデイっていう曲はね、まあ女の子が悪くないって思うんですよ。なんかまあ元カノで今はあいつのガールフレンドに、自分の友達のガールフレンドになってる女の子と、元カノと元彼が一緒に海に来てないみたいな。なんかもうその時点で、そのさ、今彼はその事実を知ったらちょっと不快な気持ちになるわけじゃないですか。なんかそれって一緒に海に一日だけでももちろん行きたい男の子の気持ちはわかるんやけど、それをオッケーする女の子ってどうなんやろってそんなことをね、この間ふと思いました。いい曲、めっちゃ曲は好きなんですけど、ふとね、なんかそれかなってから僕の一番すぐそばに、昔と何も変わらずに。あとなんかその親友のと仲いいもう一人の男がさ、そんな恋愛感情を持ってたら嫌よね。でも曲はめっちゃ好き。そのなんか明るい曲調なのにちょっとなんか切ない雰囲気なのが、マイク泣きそうにはなるんですけど。さあ、所得再分配、どういう勉強法が合ってるのか分からないし、今はもうテストがどう出るのかもよく分かんないから、教科書の内容を自分なりにノートにまとめていって、まあ、そこから重要そうなワードを覚えていこうかなと思うんですけど。データ私が休んでた時にやってたやつや。これ絶対出る。もう計算問題ほんとやだ、ほんとにほんとにやだ。やるか、ジニケース。ジニケースってなんだ。ジニケースとは
社会全体の所得が高所得層にどれだけ集中しているかを示す指標である。なるほど。その強化がめっちゃ多くてめっちゃコマ。集中しているか。横軸に所得の低い順に並べた個人の累積と累積を取ってローレンツ表。なるほど。分からんぞ。分かるぞ。分かるぞ。分かるぞ。何の数字？この式。計算してんの？なんでこの計算式になるのか全く分からんけど、そういうことや。いや、3分の1。ここの面積 PQRS で囲まれた。誕生日おめでとう。ありがとう。険しい険しい顔。長式 0.5-3分の1×16分の1×2分の1+3分の1×16分の1+16分の6かっこ閉じる ×2 分の1プラス3分の1かける括
56分の6プラス1かける2分の1割る 0.5。 何がどうなってこんな長い式になるの。まあだから A の面積プラス A の面積かける A の面積プラス AB の面積かける2分の1プラス3分の1かける16分の6 AB の面積プラス、ここちょっと3分の1かける A の3分の1かける A と B、 ジニケース、はい、負の所得税、計算式が出てきた瞬間、もうやる気がプリプリプリーンって弾けたんだよ。いやでも絶対単位取らなきゃ。負の所得税。
の所得税。なんかね、こうね、視界の端でコメントがこうね、動くからたまにチラ見しちゃうんやけど、あくびも出ますわ。ちょっと言葉遊びかい。飽きたらな、違う科目に行けばいいか。使い立て方針。この辺は飛ばしね。欲しいなし。めちゃめちゃなんかもうなんか Y とかいっぱい出てくるともうまぶたが閉じてくるんよね。なんなんやろ、なんかなんでこんな数字に苦手意識がすごいあるんやろ。数字って眠たくなるよね。みんなもお昼寝したいときに私の独り言聞いて寝てください。消費と国民所得の関係を表す式、消費関数が C イコール A プラス BY。 A って何？ B って何？ Y って何？ Y は
なるほどね。まあそれはこの時期は当たり前の時期か。ビリは限界消費成功。限界消費成功は0よりは低い1より小さい。で、場合は所得かな。消費関数 C イコール A プラス B は1個。これは出るぞ。C イコール A プラス BY、 C イコール A プラス BY。 投資を加えた需要は C プラス I。 投資上数、投資上数、投資上数、投資上数。騎乗油、騎乗油、投資上数。投資上数。あ、計算式覚えるの苦手。今日はオールスターゲームか。投資上数は1マイナス限界消費成功分の1。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。これは暗記、暗記、暗記問題です。誕生日おめでとう。ありがとう。これはもう暗記、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 暗記。所得は消費し、ここがちょっと簡単なようでやばい。やっぱ見た目セーフ支出 G。 なんでわざわざ T とか G とか I とかで置くんよ。これはよく見える。
識が書かれて目がかすむ。逆にね、このなんかもう家庭とかはもういいです。もうそのこの式になる家庭はいい、もう結果だけを覚えていこう。これ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 、私もうデルタなんちゃらみたいな言い方が一番難しい。デルタはいい、誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、本当にお祝いしてくださり、あら、ケーキも投げていただけて。政府支出もう暗号やと思うから暗号なんよね。本当はめちゃくちゃ分かりやすい文章で書いてくれてるんかもしれへん。だってわざわざ教科書を作る人が難しい文章で書いてやろうと思うわけがないんですよ。あら、ありがとうございます、コメントも。政府支出 G にデルタ G を加えると投資の増額の時と同様に銀行国民所得はデルタ Y イコールデルタ G かける1分の1マイナス限界消費成果で求められるデルタ Y だけ増加する。わかりやすかったね。わかりやすかったね。すごいよくわかった。あとなんかこうさ、スラッシュ分数とかをなんちゃら分のでちゃんと横で書いてくれたらいいんやけど、なんかあのスラッシュで分数を表示されるとなんかちょっと混乱するんよね。なんて言うんでしょう、大学の財政学を学んでいます。政府だから、政府のね、支出についての計算を見ているような気がします。きっとその計算、いや別に難しいことは言ってないはずないけどね。もうなんか一回ああ分かんねえって思ったらもう何にも頭に入ってこなくなっちゃうから、こういう時は一回置こう。本当は難しいことを言ってないようなそうだと思いたいな。計算問題をいざ出された時に全く解ける自信がないな。計算問題は諦めるか。いやこれ諦めたら分かんない。一回寝かせよう。このやつは置いといて、もっと楽しいやつ勉強しよう。そうそうそう、楽しい勉強をね、挟みながらやっていきましょう。置いといて、
いろんな科目があるからね。いや、一番難しいやつが一番最初なんよな。こんにちは。どれにしようかな。これにしよう。これ結構好き科目なんで、まあ一番なんか自分の身になるなと思うやつはまだ勉強しがいがあるというかね、なとは思いますけども、ああいうねちょっと意味のわからない計算が出てくるともう、ありがとうございましたっていう気分になっちゃうからね。はい、ういおーい、ほいほいほーい。これはでもねまだ楽しい科目。わ、これ覚えなあかんのかな。あ、頭文字だけ覚えよう。ラキリタフソ。ラキリタフソ。絶対にテストで書かれへん。ラキリタフソ。ラキリタフソ。デザインは個人の生き方。なんか私いつも勉強するとき手で書いた方が覚えれるとか、なんか目から覚える方が大きいから、なんかいらないノートにひたすら書き続けて覚えるタイプです。ライフデザインとライフプラン。もう忘れた。ラキリタフソ。ラキリタフソ。ここは別にいい。あ、この科目意外とでもなんか楽しくできるんかもしれない。結構好き科目。勤労所得、不労所得。
定拠出年金。確定給付年金から確定拠出年金。あら、今から仕事の方も皆様頑張っていきましょう。給付年金、が確定拠出年金になったってこと？そうね、もうなんか消費浪費はね、さっと目を通すぐらいで、もう次読むときに覚えていく。なんかなんなら全部の科目も今初見みたいな感じやから、今授業中の気分で。機械費用、一室利益、覚えるのは得意なんやけど。好きやし別に。ディシジョン釣り、石釣り駅、あ、電卓、そう電卓を買わなきゃ。テストに電卓がいる。勉強するのは楽しい、なんか面白いな、大事やなと思います。私何も考えてもなんかでも考えすぎてもさ疲れるよなと思うけど、何も考えずに生きていく方が意外といいのかも。単位、今のところ単位取れてる、おっちゃ単位やろ。なんかね、これまではまあオンライン授業だったので、1年生2年生の時は単位はまあまあ取れてたんですけど、頑張って。去年この間初めてオンラインじゃなくなってやってみたら、もうほとんど落としたね。だからちょっと頑張ってます。やっぱテストで決まる。なんかね、出席を毎回取る授業だとそれはそれで困るんですけど、テストで全部決まる授業もそれはそれで困るっていう。本当はね、まあ、出席さえしてれば取れるみたいなのが一番、なんかまあ行けばいいだけやからいいんですけど、やっぱ行けなかったりしても困るしね。貯める、勉強してます。
在系。いろんなやつがあるんだな。ローンにもいろんなローンがあるんだなのへーです今のは。ふーんって思ってるだけで何にも頭に入ってないけど、まあふーんって思うだけでも大事なのかもしれない。固定金利、変動金利、固定金利選択かと。いろんな世の中にはいろんな知識があるんですね。20% 以上頭金、住宅ローンの頭金は 20% 以上が望ましいらしい。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。住宅ローンの頭金は 20% 以上が望ましいマジこれ急に来た人何の将来もってなるよね。経済学部のね勉強してます。皆さんも謎のキレ切れの細切れの知識だけ聞いていってください住宅ローン、そうね、利息と金利ってなんか言われてみればなんかふわふわしてるな。利息、退職の対価として、利息の割合が金利か、金利何パーセントで利息がいくらみたいな感じか。住宅ローンのポイント、理想的な無理のない返済額は年収の 25% までが一つの目安。まあそうね、そうですね。まあそうやんな、利息とかかかってくるから、まあ頭金はあんまり少ないとそれはそれ大変やから 20% がいいっていうことね。あなたは賃貸派それとも持ち家派？どっちかな、持ち家派かな。そうね、家の場合は維持費もまあかかるもんね。みんなどっち派どっち派ちょっとそんな恥ずかしいって、そんな賃貸派か持ち家派とか恥ずかしいって修学旅行の夜みたいなテンションで話そうよめっちゃみんなちょっとこっそり教えてよなんで何の話をさ、ほんとね、どっちもいやどっちもね難しいねこれ。賃貸でいい、賃貸がいい、賃貸の方がいろいろな、まあ、自由も聞くしね。でもなんかもう家もそのもいいな。
確かにペットとか飼いたいならね、いいやな、そういうの。ですね、まあ。なんか私この間全く記憶ないんやけど、めちゃくちゃ寝ぼけながら円高やーってずっと話す言ってたらしくて、めっちゃ怖い、怖くない、怖かったな。最近円高やーみたいな、円高になっていってるわーみたいな話をすごい寝ぼけながらしてたらしい。もうそんなことばっかり考えすぎて。そう、なんかこう床で寝てたら、リビングで寝落ちしてて、こんなこと言ってたらしくて、そう最近でもね、急激に、まあ、円高方向に、急激ではないか、まあちょっと前に比べたらね、なんかあれしてたらしくて、家でもうだってもうそんなことばっかり考えてるからね。面白いなと思いますけどね。なんか本当になんか好きなんよね、そういうのが。今ちょっとテストが6つテストがあるんですけど、6つのうち3つでなんか一部に年金の話が出てくるのがやっぱなんか大事なんやなと、経済に欠かせないんやなと思いますね。お誕生日ありがとうございます。夏バテ気をつけてく死にかけありがとうございます。気をつけます。皆さんも夏バテ気をつけてください。最近くしゃみに悩まされています。キャッシュレスね、キャッシュレスね、便利ね。
キャッシュレスファファキャッシュレスファです。皆さんは使ってますか？でも、そうですね、あんまりなんかね、現金じゃないと使いすぎちゃうからっていうのがいまいち逆にピンとこなくて、もう何のあれもなく、逆にキャッシュレスで払った方がお得やなと思う反面、なんかこうちっちゃい個人でやってるお店とか、なんか地元のお店とかに行った時はキャッシュレスじゃなくて現金で払うようにしたりとかはしてますね。なんかキャッシュレスだとなんかお店に手数料がかかったりしちゃって、お店的にはまあ便利やけど利益が減るのかなと思って、なんかちょっと応援したいちっちゃいお店とかでは本当に現金で払ったりとかしてますそう、なんかまあポイントとかはねつくからあれなんですけど、そう、なんかだって私インドカレーが好きやからインドカレーをしょっちゅう食べに行くんですけど、インドカレー屋さんっておかわりもできて、何のおかわりもできて、でもランチでも1000円以下とかで食べれちゃって、だからさ、俺のもになんかキャッシュレス払ったらもうどんだけみたいな感じになっちゃうから、そういう時はなんか現金で払ったりとか思ったりしてます。そう、やっぱりずっと食べたいからね、そこのインドカレー。何分ぐらい経ったの？インドカレーを食べたいなと思ってます。明日の生誕祭が終わったらインドカレー食べよう。どんぐらい経ったんでしょう。ちょっともう今ガン切れ、集中力ガン切れ。1時間10分、まだ1時間ですか。もう頑張ります、まだまだ頑張ります。リボルビング払い、リボ払いってフルネームあったんや。こういうことさ、なんか全然関係ないことをなんか言うから、テストの時にあ、ボルダリング払いじゃなくてとかなるんよね。リボルビング払い、こうなんかなんかね、なんか頭の中ですぐ連想ゲームしちゃうんよね。リボルビング払い、リボルビング払い、はい。でも学生、高校生、中学生なんかもっと一生懸命勉強したもん。でもなんかこういろいろ勉強すればするほどさ、なんか親
が育ててくれたのって本当になんかすごいことやなと思って、感動する。もう自分も22歳にもなって子供を育てるってすごいなって、なんかそういうありがたみを勉強することによってめちゃめちゃ感じますね。ね、本当に人を一人育てるってさ大変やよ。お金もかかるし、ね、みんなね、誰かに育てられ、このコメント欄におるんやもんね。ありがたいね、ありがたい、ありがたい。誕生日やから余計にそう思うんかもしれん。昨日誕生日あったんですけど、22歳まで大きくなれてよかったなと思いますね。本当に大人になるにつれて思うわ、なんか親の年齢、親が私、自分のね、両親が親になった年齢に近づくにつれてまだ全然ピンとこないもんな。してもらって、生誕祭のスピーチ考えてない、忘れてた。やばい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 、生誕祭のスピーチ考えなくっちゃ。そうね、本当に親孝行しないといけないなと思いながら、まだまだもうすぐ口答えしたりしちゃいますね。オールスターゲームか、今日19か、今日か、今日だっけ、今日か。可処分所得、収入引く社会保険料引く所得税引く住民税。そうね、行きたいなと思いつつ行けんかった。う頭がってなるね、こういろいろこう差し引かれたりする計算を見ると、あんまよくわかんないんですよね。でもまだ勉強ってしたいときにすればいいとも思うし、したいなと思いつつなかなかできないもんやしなとも思う。基本生活費、住居費、教育、なんかこれどこ覚えたらいいか分からんな。
たい気持ちはねずっとあるけど、変動率結婚費用の平均っていうか303万円もかかんの？びっくりした。目ん玉飛び出るかと思った。桁間違えたんかと思った。そんな大変なんや、結婚式あげるのって。すごいね。まあまあ別にその安くしようと思えば安くできるし、高くなろうと思えばどこまでも高くできるんやろうけど、分かんない。なんかここの平均ではないでしょさすがに。分からん。挙式披露宴ウェディングパーティー費用総額全国推計1びっくらぽん。最近50人規模であったけど300万超えたよ。そうなんや、すごい。あんな華やかな裏側では、ね、でもね、それをでも、いやそれもそれでいいよね。人の結婚式に行きたいなってずっと思ってる。あ、まあ確かにご祝儀で回収みたいなねなんかちょうど20後半ぐらいになってくると、20後半30ぐらいになってくるとご祝儀で大変みたいな私はないな。なんかほんとちっちゃい時に、もう記憶ないぐらいちっちゃい時になんか親戚のとかってことはあるけど、行ってみたいな。全然誰か結婚式やるとき呼んでくださいお待ちしてます。なんか歌います歌ったりとかできます歌ったり、なんか MC のとかも頑張ったらできますウェディングケーキの半分とかで働きますウェディングケーキ半分くれたら働くんでよろしくお願いします給料半分司会でね。わかんない。利息と金利がもう3回目が出てきた。これすごい大事。3回も出てくるなんてめっちゃ大事ってことや。元金かける金利かける借入期間は利息。はい、金利の上がったり下がったりっていうのがなんかね、ちょっともうほんと経済学部やってるのによくわからんのよね。金利が高い方がいいのか低い方がいいのかっていうのもなんかよくわかんない。日本は低金利でしょうか、アメリカは金利が高い。あ、もうすぐ劇場公演ですね。混乱する。なんかね、いつも分かろうと思って分かった気にはなってみるんですけど、単利と複利、なるほど。まあ借りる場合は低金利がいいけど、預けてる時は金利が高い方が利息がつきますもんね。
本は金利を低くしてる政策でアメリカは金利を高くしていて、何がいいんやろ、どっちが正解なんやろうねと思ったり、なんか独り言で済むと。勉強だね、日々勉強ですね。単利より複利の方がいい。あ、これゲル出るよ、テストに出るよ。ここ複利の金利の計算の仕方がテストに出るよ。電卓のね、かけるを2回押すんよね。で計算しますよ。いや出ます、出ます、絶対にテストに出る気がする。なんだ、1回、半年複利の場合って平均利回りは利息が平均利回り、ある一定以下でられそうか、1年たり平均値これはちょっと計算しなきゃいけない。iPad で電卓しよう。あ、 iPad に電卓が入ってないのか。入れとこ、入れとこ。ふくり。このなんかね、私アプリをダウンロードするときの効果音がすごい好きなんですよね。ポピンってやつ。なんかあれが好きすぎてアプリを入れたくなるぐらいこの音が聞きたくなる。1.03×イコール344回かける100万円は115万9274。いい加減もう点の位置で数字をね、パッと夢のようにならなあかんなと思いながらも、いまだにちょっと分かんなくなっちゃう。160万500円。かっこいいよね、なんか奥とかをすぐに読んでパッパッパって読めたらかっこいいなと思うんですけど、いまだに読めない。2作合計3.1。なるほど、利息合計
算やったら、これぐらいの計算なら全然なんか楽しくできるんですけどね。さて、なんと第15回まである資料の中でまだ5回目しか3分の1もいってない。なんということでしょう。確かにね、同じ計算しててもなんかお金で何万円とかやとちょっとまだ分かりやすいからできるのかな。資産形成とは社会に出て収入を得ながら引退までに資産を積み上げていくこと。72の法則。ん？お金を複利で増やす場合、何年預ければ元本がおよそ2倍になるか計算できる。今の金利、定期預金 0.02% です。で、これを何年預ければ元の金額を2倍にできるのかと言いますと、72÷0.02 は3600年。3600年あれば皆さんの銀行のお金が2倍になります。3600年か、あっという間やろな。1年もすぐやしさ、長生きしないとね、ほんと。まあ72の法則っていうね、考え方でいけばそうなります。1972年、70年代って金利 9% もあったん？ゆっく。え？すご、すぐお金貯まるやん。10年ぐらい預けたら倍になるやん。え？すご。え？本当にびっくりないけど。マイナスやもんな、もはや。え、じゃあめっちゃお金貯まるやん、昔の時代に生きてた人。貯まるお金貯まるやつ、先取りしちゃう。10年で倍。はえー、はえー、すごいな、すごい時代やな。こんなさ、ものの30年ぐらいでそんなに変わるんやね。インカムゲイン、キャピタルゲイン、インカムゲイン、キャピタルゲイン。バイトとかとか。リスク、キャピタル。終わったら終わろうかな。
月金融、GDP。景気動向指数 CI と DI、 あんま聞いたことない言葉。 CI 景気動向の変化の大きさ、テンポを示す。 DI 景気動向の変化の方向性を示す。日銀短観、供給判断 DI、 消費者物価指数、企業物価指数、金融政策と財政政策。金融政策、中央銀行が行う金融通貨の量的金融緩和、金融引き締め、金融仲介するのが金融機関。これは生活費が増えます。そりゃそうだ。金利が上がるとローンの金利が高くなるけど預貯金が助かる。インフレ、デフレ。インフレになるとお金の価値が下がる。タンス預金ではお金が目減りする。デフレになるとお金の価値は上がる。こういうの難しいよね。まあまあまあ、そうですね。インフレ、値段がお金がたくさん必要になるからお金の価値が下がる。為替とかね、円高円安。なんか昔メンバーに円高と円安の説明をしようとして、なんか最終的にちゃんと伝えられなかった記憶があるな。そんなにね、なんかまあまあ確かにね、パッと見120円とかって円高になってるように見えるのに、80円の方が円高とかね。そこに惑わされるんかな。そう、なんかパッと見の数字で見ると分かりづらいよね。あれかな、配信の時かな、なんかあれはしんどかったな。やっぱり説明するのって大変やなって。為替レートと為替手数料、 TTS 対顧客電信売相場、電信売り相場、 TTB、 TTS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 、 TTB。対顧客電信買い相場、
まあ、S セルとバイで買いか売りかです。なるほど、手数料が取られるのね。円安の生活への影響、輸入しているものが値上げされる。確かに。うわ、もう4回目や。金利息と金利の話、絶対テストに出るやん。4回も同じやつを再計するって絶対テストに出るやん。利息は貸借の対価として一定の割合で支払われるお金、お金の借り賃、金利一定期間において支払う利息の割合。この先生はでもすごいなんか分かりやすく伝えようと資料を作ってくれてる感じがして嬉しい、大好き。あとなんか普通に興味を持てる授業というか、大学ってでも教える場合でもないもんね、うん、分かんなくても文句言えないもんね。TTS TT これでテスト出なかったら、この金利と利息はね絶対テストに出ますわ。元金×金利×借入期間は利息。はい、そうだね、そうだね。さあこれで3分の1か、この教科の。あんまこれは苦じゃないというか何も頭にも入ってないような気もするんやけど、どこ覚えたらいいのかな。結局なんかさ、事前にちゃんとやるんやけど前日にならんとなんかこう本当に危機感を持ってできないような気もするし、でも事前に一応目を通しておくからこそ前日の追い込みでちゃんと頭に入るという気もするから、なんかまだ1週間前ぐらいは多少ダラダラしながら勉強しててもいいんかなとは思うんやけど。そうそう、前日が一番集中できる。結局一夜漬け最強説みたいな感じになってしまうのが悔しい問題。頑張ってください、優しい。そうそう、分からないところを潰しといて、もう前日は詰め込むだけなんやけど、なんか1日に3教科とかあるからな、できることはやっとかんとですね。なんかできない日とかもあったりする。前日にできなかったりとかもするしな、前日に公演があるとかやったりするとあるよ。投資の必要性、はい、結構やっぱ同じことを繰り返して言ってるから、うん、この科目意外ともう勉強しなくてもいけるんじゃないかなっていう気分になってきました。一周回りすぎてなんか結構基礎知識というかあれやな。でもまあまあ勉強大事、基礎知識やけど、ワードとかなんか穴埋めにされたら分かんないからな。選択問題やったらまあまあいけるんやろうけど、ここはまだいいんよ、この金融とか。ちょっとこの辺後半がちょっとしんどめやからね、解かないと。ちょっとこれもう記憶力なくなってきたな。よし、一回違うやつやる。なんかね、あんまなんかコロコロ違うやつをやる方が好きなので。歴史の勉強でもするか。歴史
ということで、歴史はマジもう暗記すごい。この日左ノートの左側だけびっしり書いてんのに右以降真っ白なんやけど最初でめっちゃ力つけてるやん。左側の時はもうよし、もう先生が言ったこと全部書くぞみたいな出だしはそんな感じやったのに、そこからもう寝とったの多分。はい、三都、江戸、京都、大阪でも何を勉強したらいいか分からん。これテストって何勉強したらいいか分からん。過去問があればね本当にもう楽勝なんやろうけど、これねみたいな。なんか中学高校って先生が1年間一緒やから、最初のテストさえ大体やっちゃえばもう出る問題とか傾向とかなんとなくつかめるから、あとの1年は大丈夫ないけど、大学って毎回先生が変わるから、なんかその傾向とかもあんまつかめないから、それが一番難しいなって気がしますね。席は一番前に座るよ。江戸が世界最大やったのすごいな。人為的人、参勤交代とかも今更勉強せんでもなんか書けそうやけど。これ本当に何を勉強したらいいか一番分からんな、この歴史が。そんなにこれいけそうやな。道がデコボコになるのと馬と牛の排泄物で道が最悪。江戸時代道マジ最悪。田沼意次、田沼意次ね、聞いたことある、聞いたことある。田沼意次なんかそのギャルみたいな言い方したらちょっと覚えれそう。マジ田沼意次、誰かの悪口に使おう。マジ田沼意次、悪口に使わなくてもいいのか徳川吉宗、徳川吉宗は松岡さくらちゃんが好きな子や、好きな子じゃない好きな人や、歴史上の人物。吉宗やんの。吉宗が享保の改革、あ、それが吉宗か。今日もね、あのてっぺんラジオを収録したんやけど、その時に松岡さくらちゃんがゲストで来てくれてて、日本史が好きなんよ。で、なんか吉宗マジリスペクトみたいな感じで、そこまでギャル吉宗マジリスペクトって言ってたが、吉宗、その吉宗が享保の改革なんや。そう、サバレン坊将軍、吉宗マジ享保の改革一つもただマジを挟んだだけなんやけど、享保の改革、これぐらいは覚えれるわ、聞いたことある言葉です。享保の改革っていうのが、低面制、年貢率を一定にした低面制。田沼は老中、賄賂が横行して田沼失脚、田沼マジ賄賂田沼マジ意次、田沼マジ意次マジを挟んでるだけなんやけど、さっきからマジを挟めば覚えられるのか。財政、運上明賀、運
情と妙があって、なんか犬夜叉に出てきそうなキャラの名前してる。特権の付与と運情妙が。歴史こそもう前日でいいよね。妙が様っておったもんな。営業税許可税、これこそ前日よな。阿部マジわかな。もう覚える、覚えたい時言って。阿部マジわかな。運城妙が、なんかちょっとギャルネームっぽいやん。運城妙が、うじょ、うじょ、うじょぽよ、うじょぽよ、妙がぽよ。やべ、絶対覚えられへん。もうこんな、こんなもうね、あの余裕がある、まだ余裕があるからこんなこと言ってる。うじょぽよと妙がぽよ。商人も風の対象になりました。それから、あ、松平定信、定信、マジ老中定信ね。次、感性の改革だ。定信は感性か。え、吉宗が、吉宗教皇、吉宗が教皇で定信が完成。保守的。家なりの放漫財政。経済を刺激。江戸で消費経済か。ああ、でも逆にお金使って経済イエーイみたいな感じね。で、なんかイエーイってなって。あ、で浮世絵とかの文化につながったってことか。浮世絵あげーってことやん。家なり、家なり、イエーイ、浮世絵あげー。一番すっごい頭悪い覚え方。多分こんな、こんな真面目に勉強してんのに、なんかでもギャルになるだけでなんかすごいアホに聞こえるけど、なんかちょっと楽しくなってくる。すごい、家なり、イエーイでお金使いすぎたんよ。そう、イエーなり、イエーなり、イエーなり。それでも、それで言ったらさ、徳川は結構なんかアゲアゲになっちゃうよね。イエーなりだけ、イエーなり。でもイエーなりがちょっとなんかパリピでお金いっぱい使ったから、こう経済が刺激されて、火星文化で浮世絵とかが、あの、できましたということです。江戸がね、盛り上がったんよ。江戸がもうクラブやったんよ。当時は、家なりの時代は江戸がクラブ。これ覚えれそう。ここからね、だって今んとこ、今んとこ吉宗は松作で暴れん坊将軍で享保の改革をして、吉宗、あ、なんかニコイチで覚えなきゃね。吉宗と田沼やから、吉田ぬが、ちょっとなんか吉田ぬやったら吉がいっぱいいるかな。吉田ぬの時代、まず吉田ぬ、吉田ぬ、吉宗と田沼、吉田ぬで松平があって、家なり、松平と家なり、吉田の覚え方で、あ、水野忠国は、なんかパッとしないな。水野忠国、ごめん水野、ごめん、パッとしないとか、なんか直感で言っちゃって。天保改革ね、ごめん。水野忠国、忠国、どうしよっかな。農村を再建させて、上智令、あー、結構なんか上智令っていうのを出して、江戸とか大阪の近くの領地を幕府が奪い取ろうとして反発された人やから、ちょっとなんか水野忠国は俺様系みたいな俺様系みたいな人ですね。
あれさ、なんだなんかに、でも反発されてできなかったんですけど、水野マジで政治下手やん、やば。その後もちょっといろいろやらかしてるわ。でその後水野が株仲間を解散させたんやけど、そのせいで経済が混乱してもう一回株仲間やらせるっていう、水野マジポンコツ。忠国いやでもそんなこと言ったらあかん。だってもうでも頑張ったやん。水のっちも頑張ってたから。水の、店舗か。水の店舗。水の戦い。でもなんかこれで大体頭入ったけどね。みんな水野は頑張ったんや。水野はちょっとポンコツなんやけど、水野テンポンコツ、水野テンポンコツ改革。よし、ポからポンコツね。あのさっきも競歩やから行く、テンポやから。水野はポンコツでテンポ、オッケー。ポつながらで覚えれるから。いろいろちょっとやらかしちゃったよね。投げっちれ。でも頑張った、頑張った。誰マジで吉宗はやるな。でそっから反省の改革、やば、改革しすぎ。まずは吉宗の享保の改革があって、あ、もう忘れた。待って、天本骨で、その前が享保の改革して、松平が官制の改革ね。あ、ちょっと官制の改革のことまだ触れてなかったな。官制、享保、寛政、天保、改革祭り、松平定信、寛政、松寛三馬かな。松平寛政、でもなんか寛政の改革は結構なんか保守的な感じやから三馬ってイメージじゃないな。なんか本当に真面目な感じ。松平は結構ガリ勉っぽい、このイメージ的に。松寛、まあいいか、松寛で、松寛でテンポンコツで水野、ポンコツとかで覚えたらあかんやん。そんななんか歴史にそういう先入観を持って覚える、考えるのってよくないと思う。ただその事実があっただけやから、それがいいか悪いかはもう関係ないからね。テンポンコツ。確かに松寛が吉宗だから、でも吉宗は吉田のだから、吉田のコンビで、吉田のカップマジ惜しい。でもタヌはちょっと賄賂とかで失脚しちゃったけど、吉宗は頑張った。享保の改革、吉宗享保の改革、みんな頑張った。で反省、待って、享保、寛政、天保、反省改革。歴史っていろんなこと、歴史覚えるのって大変だね。でまあ藩、特産物を藩が独占して、藩札を、で西南夕飯
化成功したので、あ、そうそうそう、薩摩藩が黒砂糖、長州藩の和紙ろうでお金を稼いだので、その後明治以降の強さにつながると。歴史ってつながってて面白い、つながってるのは面白い、歴史は面白い。これだけ覚えよう。まず徳川吉宗が享保の改革をしました。あー、そう、底面性ね。もうこの辺ちょっと、この辺はちゃんと頑張って覚えるしかない。で、まず吉田のコンビやから田沼意次がいました、老中してました。はい。でもまあ天明の飢饉、浅間山の噴火、百姓一揆で賄賂が横行して田沼も失脚して、そっから、雲上明賀とかもあったな、これは覚えよう、普通に覚えるんけどね、最後の方は。で、そっから松平定信、松冠サンバなんで、松平定信の完成の改革があり、結構保守的な感じ。松平は真面目ちゃんやから保守的な感じで、そんなに大きな財政状況の良くなることはなかったです。そこから家成が、徳川家成が登場して、家成はパリピアからいっぱいお金を使って放漫財政をするんやけど、それで逆に江戸の、経済が刺激されて、化政文化っていうのが生まれて、浮世絵とかが誕生して、家成マジなんかパリピで人生明るくみたいな感じです。家成人生明るく。で、その後問題の水野忠邦、ポンポンポン、水野忠邦ポンは、ポンだから天保の改革で、ちょっとあんまりうまくいかなかった、ちょっと俺様なんよね。そう、あ、そう、俺様やから領土を変えさせようとしたけど失敗したし、株仲間も解散させたけど失敗した、お疲れで、反省改革で、なんか薩摩とか長州が、薩長がうまくいきましたと、さ、おしまい、おしまい。こんな感じかな、こんな感じです、こんな感じだよ。ここまでにしとこうかな今日は。もう歴史は前日にやろ、前日にやろ。やっぱあれかな、赤シートとかでブツブツ言うのが一番覚えられるのかもしれんけど、なんか赤シート、オレンジペンと赤シートって謎のなんか中学生感がなんかあって、ちょっと幼い気がして悔しいよね。でも一番それが暗記には結局効率的なんかもしれん。家成はマジ覚えた、家成。いやー、皆さんも謎の勉強している様をご覧くださった皆様は本当にありがとうございます。まあちょっとね、チラ見して去っていった方とかもありがとうございます。なんやかんやで、まあここまで勉強して、まだテストまで1週間あるので大学の単位取れるように頑張りたいと思います。そして明日は明日20日は NMB48 シアターで生誕祭をしていただきます。なので改めてお誕生日おめでとう、ありがとうございます。生誕祭があるので、よかったら配信でも見れますし、劇場にお越しになる方はお気をつけてお越しください。 DMM でもね、500円で一公演見れるので、明日どんなスピーチをするのかぜひぜひ聞いててください。さあ、それではもう最近本当に暑いし雨も降ったりしますけど、気をつけて、体調には気をつけて、お互い頑張っていきましょう。本当にお付き合いいただいてありがとうございました。たくさんコールしてください。そして生誕ティーも NMB48 のグッズショップではもう売ってると思うような気がするので、ぜひ生誕ティー着てください。お揃いしましょう。それじゃあ皆さん、バイバーイ。ありがとう。